昔の犯罪の罪状で取らなかったものだし、自分が取れなかったんじゃなくて自分が辞退をして結局申請しなかったもので、それは簡単に証明できるのに日本の外務省も簡単にスルーし、法務省もスルーし、弁護士も最初から諦めて、そして私は強力な証拠や証人があるままアメリカに連れて行かれて MCC ニューヨークというニューヨークの法務省で出会えて、この時にですね、送られる直前に私は人事1回手紙かけますから無実を訴える感じを知り合いやいろんな方たちに東京法務省から送るんですけれども、それをいつも検閲するために見ていた塾長さんって言ってね、女子の東京刑務所の2階が女子房で独房なんですけれども、そこから出る手紙を毎日検閲して読んでいる刑務官の偉い人がいるんです。その人が私に毎日よく一生懸命書いてるね、読んだよ、外に、出している声明文とか、記者会見のための記者発表声明文というのも長いの、全部自分は300ページ自分を読んだよ、これだけ書いたら気が済むでしょ、こんなに一生懸命書いたらいろんな人に手紙書いて気が済んでいけるでしょ、きっと向こうでアメリカで誰かがあなたに会いたがっている、誰かがあなたを必要としている、あなたには何か特別のミッションがあるのかもしれないから、もうそんなに抵抗しないで行ってきてごらん、そして生きて帰ってきてごらんというふうに励ましてくれたので、まあその時にですね、私はずっと小さい頃から歌を歌っていたので、とにかく犬のことも心配、家に置いてきたバラの栽培してたのでバラが枯れたのも心配、年を取って親の介護がある日突然できなくなったのも心配、会社を突然放っておいて拉致されたわけですから、拉致のように突然消えたわけですから、会社のことも心配、もう家賃のことも心配、心配だらけでもう頭狂いそうだったんで、どうやったら狂わないんだろう、保釈がないんですね、この普通刑事訴訟法で私たち保釈申請認められるんですけど、保釈の権利もこの条約の中にはない、そして刑事訴訟法で保障されている防御権もない。例えば防御権っていうのは、私たちが何かで逮捕されたらまず裁判長の前で、ね、罪状を裁判官に伝えられて、そしてやがて起訴状を手にできるんですけど、私は裁判官の前に行ってません。19日後に起訴状を読んでますけど、それまでは起訴状すら読んでない、読むものない、独房、罪を犯してないから本人はやっぱり思い、いくら考えても思い当たらない、犬のことは心配、心配だらけ、誰とも連絡できない、弁護士さんも来ない、誰も設計に来ない、一体どうなっちゃってるんでしょうということで、発狂しそうになる自分を一生懸命こう、どうしたら発狂しないんだろう、ダンス踊ったら刑務官がすぐに、こら、あんたのダンス見たくないわよ、そこにおとなしく座ってなさい、で次に歌を、オペラ歌手ですから発声練習をポッポッポーってやってるわけですよね、とすぐに、うるさいお前は本当に一体ここどこだと思ってるの、一緒だと思ってます、それで1週間に2回小さなコンクリートの壁の中で散歩をぐるぐる回って狭いところで散歩するんですね、足腰が弱らないように、その時もよく響いたのでみんなに歌聴いてみんなに励ましてあげたいとか、ショーシャンク・レデンプションって映画でもオペラを歌う場面、かける場面があって、で東京公衆は死刑囚がいるっていうのは知ってましたから、じゃあ歌ぐらい本場のオペラ歌手の歌ぐらい聞かせてあげよう歌を聞こえるように歌ってたと怒られるんです、やっぱり食べなさい、こんなところで歌っちゃいけません、でも私も負けずに歌い続ける、相手は頭が狂ったと思ってますから、もう何言ってもこの人はダメだって好きなようにさせてくれましたんで、3ヶ月間送られるまでの間本当は悲しかったけれど楽しくするように努力しました。だから私の652日間の日米全体の拘禁っていうのは本当に病気になるほど辛いんですけど、でも999の辛さと嫌なこといっぱい覚えてるし、今でも悪夢やフラッシュバックありますけれども、人間はどんな環境でも999の辛いことに目を留めるより1個のいいことを自分が作ることができるんですね、待つんじゃなくて1個の楽しみ作っちゃったらもうね、地獄も天国、刑務所も楽園本当だから、そこのいいことに集中すると人間はうつ病になったり発狂したりするの、医師の力で多分ね止められるんですね。で
いよいよアメリカの後遺症に着いた時にもニューヨークの後遺症さんとかみんなが精神科医とかお医者さんが面白そうに集まってきて、日本人がこんなとこ来たことがないとかね、お前の顔見るとどうも間抜けな普通のおばさんに見える犯罪者に見えない、犯罪者に見えないってなぜ断言できるかというと、我々はもう何百人何千人の単位で凶悪犯や冤罪被害者やいろいろな人たちが出たり入ったりするのを見続けてるから、見れば一発で前科前歴がない、冤罪被害者である、こいつは本当の悪である、そういうのが分かるんだそうです。匂いとか目つきとかで、で私はどう見ても冤罪だというのを信じるよと、信じるけど一旦このシステムに入っちゃうと外国人は公平な裁判を受ける権利がないから、あなたはもう諦めてどうも有罪答弁して早く司法取引したらすぐ出られるのに、なんで無罪を主張していつまでも頑張ってるの、頑張れば頑張るほど交流は長引くだけなのにと。で本当に私頑張っちゃったもんですから11ヶ月も未決の交流、ほとんど弁護士は訪れない、訪れてもたまに、はい司法取引してやんなかったことをやったという気になりましたか、いうのありません、やってませんから、パッて帰っちゃうんですね。それで視線に変えたんですけど、視線も最初に2000万とかね、なんか頭金がすごい高くて、親が老後に ため込んだ最後の蓄えを送金すると、送金するまではやりのやりの通訳使って両親のところに電話かけてくるんですけど、払い込み確認された途端に来てくれない、電話もかかってこないし、手紙書いても返事もないということで、本当ひどいですよね。でもこれがアメリカの司法の現実なんですね。日本にもやっぱりいい弁護士さんとアメリカの弁護士がいるように、アメリカの弁護士はその諦めることを説得するためのね弁護士で、そんなに裁判に行きたいのか、行きたければ未決の交流が無期限に長引くだけだと。そして本当に確かに私の場合は共謀犯とされた人が、かつて神戸でも障害を起こしたことがあるとある弁護士なんですが、日本人の弁護士でなんで前科前歴がある人がアメリカのニューヨーク州の弁護士の資格を取れるのか、私にはよくは分かりませんけれども、ニューヨークでレイプで、刑務所だか拘置所に入ったこともある、日米で前科前歴のある人が私 の弁護士であり、かつその共謀犯とされた人なんですけど、その人が先に仕事取引に応じて、条件が別の人がに罪をなすりつけることを条件に自分の罪が軽くなるというのが司法取引であり共謀罪ですから、共謀罪というのは普通の罪と違って、普通は警察官とか検察が証拠を挙げてこういう犯罪を犯してこの人も同じようにつるんでこういう犯罪を犯したからこの人たちは共謀罪だっていうはずなのに、共謀罪には警察の証拠がいらないんですね。ある人が会ったこともない別の土地の人、名前も知らない人に対して共謀犯だと認めると、この人は本当に身に覚えなくても、共謀罪というのは実際の犯罪が行われなくても、犯罪行為が伴わなくても、被害者がいなくても共謀というのは認められるものですから、この人の心の中に共謀がない、そんな事実がないというのを証明することはほとんど不可能で、悪魔の証明と言います。無実の人が無実だと心の中の無実を証明できない、それが共謀罪の恐ろしさなんですね。ですからその弁護士が先に司法取引して私にそそのかされたとか私がやると言ったという供述調書を残して先に服役しちゃったものですから、もう弁護士はなすりつけられた人が、後からババ引いた人が、そんなのが共謀罪で、先に人の名前をできるだけ多く挙げて逃げ切っちゃった人の方が罪が軽くなって、それが警察とその弁護士との取引だから、あなたはもう逃げられない、だからもうお金ももうないし新しい弁護士雇えないし逃げられないから、やらなかったことの全部を認めるのがそんなに嫌ならこれだけでいいから、もう心鬼にして嘘ついて、はいやりましたということをね、その罪状のうちの一部全部取り下げてあげるから、そのうちの一部だけ認めたらすぐ出してあげる、そしたら出血も止まるし子宮の全摘出手術もできるし、いろんな医療行為もされるから喘息の治療もできるし、もう出るしかない。